対応のボールっていうこともあるわけ、うん、そうですね。あとスライダーもさ、スモルツ、はい、スモルツ、はい、の次にすごいんじゃないかっていう、うん、それを抜かしたんじゃないかっていう、うん、ものすごく速くて曲がるという、うん、あれはどういうふうに取得したの？いや、でも、もともとスライダーはすごいと俺も思ってたんだけど、まあ、最初にこう教えていただいたのは中学校の時で、まあ、最初自分ピッチャーじゃなくて、で、あのたまたまそのみんなが修学旅行とか行くってなった時に自分しかいなかったんでピッチャーさせてもらったんですよ。それでたまたま完封したんですよね、うん、その時はまっすぐとカーブだけだったんですけど、で、まあ、次の試合もお前じゃあピッチャー行ってみろって言われて、でその時のまあ普通のコーチの方が、あのお前スライダー教えたるって言われて、でこう握り教えてもらったんですよ。でそれでこうやって横に投げればいいからって言ったら1球目からすごく曲がったんですよ。でその試合で6回で15三振ぐらい取ったんですよ、うん、もうこればっかりで。ほんでもうそこから握り変わってないんですよ全く、そう、その人に教えてもらったやつで、だからもうどうやってっていうか、もう最初から投げられたっていうのが、それは何、メジャー行って覚えたんじゃなくて、いやもう中学校だから14歳の、あの本当に14歳での先発2試合目で、試合前のブルペンで教えてもらって、そこからだったんですよ。でめちゃくちゃ器用じゃない、うん、でこれ投げろって言ったらほとんど投げれるでしょ、はいはいはい、でもそれは使うか使わないか別としてね、はいはい、何種類ぐらい投げれるの？何種類って全部投げられますよ大体。そのナックルとかも、ナックルは僕は唯一興味がない球なんですよ。それはなぜ？自分で変化を決められないから。あ、間違える時もあるからね。ていうかその僕はこうやったらこうなるとかっていうのが好きなんですよ。でもナックルって、まあ、無回転で基本的にもう空気抵抗に任せて、ま、回るじゃないですか。だから僕楽しくないんですよ。で今までナックルは唯一練習したことがない球なんですよ、うん、でもそれ以外のカーブはこうしたい、ツーシームでこうしたいっていうのは好きだから、だから結構器用って言われるんですけど、そうじゃなくて小さい頃からもうずっとやってきてるから毎日、だからやり方を知ってるっていうだけなんですよ。器用とか才能とかっていうよりかはやってきた量が違うし、かけてきた時間が違いすぎるっていうところで、ちょっとかっこいいね。いやでも本当にそれはもうあの客観的に見てフェアに考えてそうだと思います。あ、でもそれだけやっぱ常にそういうことが頭にあるということだよね、はい、ずっとあったですね、うん、ただそのこれからの野球で、はい、この変化球だけは絶対取得しといた方が、覚えといた方がいいよっていう変化球ってある？うん、まあ、これもだからその自分の、それこそさっき言ったまあ発射角の話であったりとか、自分のストレートがどういう変化しているかによってその人にこう合った変化球ってやっぱりあるんで、じゃあ大きいスライダー覚えた方がいいよって言ってもその人の他の球種とマッチしてなかったらいい球にならないんですよ。何を覚えるかっていうかは、自分は多分球質がこうで、じゃあこの球質の時はこういう風なスライダーが多分いいよ、こういう人はスプリットがいいよ、スプリットでもジャイロ系のやつがいい、サイドスピン系がいいとかいろいろあるんで、どういうものが自分に合うかっていうところを勉強することが大事だと思います。だから球種じゃないです。それはやっぱり投げてみて勉強するの？いやでもそれとも対峙して勉強するの？いやだから例えば今だったらその向こうのドライブラインであったりとか、アメリカのそのいろんなそういう話がもうあるんで、あなたまっすぐのじゃあシュート成分が多い人だったら、じゃあこっちに大きく変化させましょう、じゃあここの差があるじゃないですか、うん、で例えばまっすぐ高めに吹き上がるタイプだったら縦のカーブを投げましょう。だからこのとにかく幅を作ることがすごく大事で、ね、だこっちだとやっぱりこのじゃあ佐々木君のフォークがいいからそれをちょっと教えて、じゃあこれ練習する、でもあなたの他の球はどうなのっていうところなので、だからこうすごくこっちの選手とか見えてもやっぱりこう一球種を覚えるのにも結構こう短絡的な部分が結構あるんで、うん、もうちょっと深く考えた方がいいんじゃないっていうところはまあ見てて思います、ね、うん、あとねフォームのこと、はい、まあ、例えば一挙動でこうやって投げる人足上げてね、はい、一回溜める時があるじゃん、はい、なんかこう一球一球なんか ちょっとずつ変える仕草が見えたりだとかするんだけど、はいはい、それはあえて自分でやってる？そうですね、やる時もあるし、単純にバランス崩れちゃった時とかに。あ、崩れてんの？崩れる時もありますね。 あるんですけどわざとこうずらす時もありますし、いろいろやります。これあの答えにくいかもわかんないけど、はい、これはあのカットするかもわからないけどね、うん、俺山本がすごく由伸、うん、心配で、というのは、うん、投げ方がうんぬんっていうよりも、俺あのタイミングで投げられると打者はねタイミングを取りやすいんだよね、すごく。だって遊びがなくそのまま来るから、うん、すぐこうやって対応できると思うんだけど、それは投げてるボールはすごいよ、うん、でもピッチャー専門家から見てあの投げ方っていうのはどうなんだろうと思って。それってまあ対打者での多分意見なので、うん、僕そこ分からないんで何とも言えないんですけど、うん、
まあ、ピッチャーとして山本君のあのフォームを見たときに、まあ、一見こうなんていうのかな、トリッキーなことやってるっていうふうに思うんですけど、うんうん、単純にこう足を上げて下ろしてっていうところを省いてるだけなので、うん、だからその足を上げてどうとかっていうのはあんまりそこまで関係ないんですよ、うんうん、だから別に間違ったことは、まあ、そんなしてないと思いますし、まあ、実際昨日とか見ても球速であったりとか球の威力っていうのは以前と変わってないと思うので、うん、ピッチャーとして見たときには僕はあんまり大丈夫かなっていうふうに思いますけど、確かにその野手から見たっていうのはちょっと僕わからないですね、うん、でもあのダルはこう足を上げながら、はい、そのあこいつタイミング合ってんなと思ったら、うん、足上げるのを小さくしてみたり、はいはい、いやちょっと大きくためを作ってみたりとかするときはある、うんうんはい、僕はあります、いろいろしますね。だからその遊びがないよね、うん、まあでもメジャーでもそれする人ほぼいないんで、まあ、例えばバーランダーであったりとか、まあ、デグロム、まあ、大谷君もあんまりそういうことしないですし、あんまりこうタイミングを変えるピッチャーってすごく少ないから、まあだからそのまあシーズン入ってみて打者の対応がちょっと多分山本君的におかしいなと思ったら多分いつでも戻せると思うんですよ元に。まあそこは山本君の感覚のところなのかなって思いますけど、うん、なるほどね。ピッチャーって難しいと思うんだけど、一球間違えたら終わる時があるじゃない、うんはい、いやだからタイミングが合う合わないっていうのはすごく大切なことかなっていうふうにね、うんうんうん、思うんだよね、うん、まあ WBC に参加してくれて、はい、この決断っていうのはどうだったの？いや、まあ最初はそこまであの頭になかったんですよ正直、うんうん、まあ、その呼んでもらえるとか思ってなかったですし、まあ、実際でもあの栗山監督がこうサンディエゴに来てくださって、うん、でまあいろいろこう言葉をいただいたんですけど、まあ、でもやっぱり家族のことがやっぱりずっと頭にあったので、ある程度その期間、まあ、2週間3週間、まあ、1ヶ月であったりとか家庭を回すっていう時の自分の戦力を考えるとすごく痛いんですよ、うん、やっぱりオフシーズンやっぱ 50-50 でやってるんで、その妻とその子育てっていうのをなるべく、うん、だからこう自分が抜けてしまった時のやっぱりその戦力ダウンとやっぱり妻の不安とかっていうのをいろいろ考えた天秤にかけた時にいけないなっていうのは正直あったんですね、うん、まあ、でもその、まあ、侍ジャパンとして、まあ、その例えば日本に来るのも全部サポートしますみたいなことを言ってくださってたので、うん、まあそうやったらあの、まあ、いけるかなと。ほんで妻もそうやったらあのいけるっていうふうに言ったんですけど、うん、まあ、ただその出場発表した後に、まあ、ちょっといろいろあって結局家族来れなくなったんで、うん、ちょっとかなり今は我慢させてしまってる、うん、まあ、状況なんですけど、まあ、でもそういうのもあったり、まあ、福山さんが来た後に、まあ、大谷君もこう LINE とかいろいろしてくれて、うん、まあ、その大谷君がやっぱ優勝したいっていうのがすごく僕は伝わってきてたので、うん、あれだけやっぱ活躍しててもうほとんど全てのものを手に入れてる状態の大谷君がでもまだこの別にそんなにシーズン関係ない WBC でも優勝したいって思うその気持ちがちょっと僕の中では前向きにさせていったっていうのは正直あって、うん、その手助けだったら俺をするよって、まあもう自分もそれこそその時まだ契約もしてなかったので、こうもう WBC 出るんだったらもうこの1年で終わってもいいかなっていうふうに思ってたので、まだそれだったら最後、まあ、自分もずっと野球やってきましたけど、もう本当に最後の力ちょっとでも何かっていうところはあったですね、そこは、うん、でもあの SNS とか見てると日本の野球も追っかけてくれてるよね、うん、向こうにいながら、うん、そうですね、なんかこうジジイが変なことを言うと、うん、いやそれは古いとか言って、うん、いやこのやり方はこうした方がいいよって、うん、今もう時代が変わってるんだから、うん、その言葉ってすごく俺大事だと思うんだよね、うん、日本の人っていうのはなかなか言えないんだよね、じじいに対して、うん、いやだからこう言ってくれると、うん、すごくなんかすっきりするというかさ、うん、でも忌憚な意見だよすごく。そうですか。いやだってみんな賛同するじゃん、うん、まあまあそうです ね、 ね、うん、だからそこまでこう言ってくれてるから、うん、まあでもやっぱりこう結構年取られてくると結構、まあ、今の最近の若い子は、まあ、根性がないとか、うん、なんかこの今の時代はなんか昔と違うとかってなるけど、うん、それもあれなんですよ、1980年ぐらいの大学野球の映像を見てた時に、うん、どっかの監督さんが試合後のインタビューで最近の子は根性がないってよく言われてますけどって言ってたんですよ、うん、だそれ多分ずっと歴史でこうずっと多分続いてると思って、うん、僕らの世代では最低でもそれはもう止めなあかんって今思ってるので、うん、だこっちに来ていろいろその若手の、まあ、選手とかと話してもそういうことが多いんですけど、うん、はい、そういうことそうなんそうなん、いや、 やっぱりね、やっぱ時代の変化とともに言葉も変わってこなきゃいけないよね、うん、はい、もちろん、はい、じゃないとやっぱりいつまでも古臭い体質が残ってしまうというかさ、うん、そうですね、あ、だからその役割を担ってよね、お願いしますよ、はい、本当に、はい、頑張ります、はい。